お答えいたします。インターネット全般に対する質問で順序言いますと、まず1つ目、 Wi-Fi とは、2、光ファイバーとは、3、同軸ケーブル、4、基地局とは、5、インターネットのページの戻る機能についてご案内いたします。まず Wi-Fi なんですけれども、 Wi-Fi というのは、小規模無線の枠の中に入ってまして、法律で規制されてます。っていうのは、その電波というのは元来その無線機を使う、公的な場合、もしくはそのアマチュア無線化が使用する機械を使って無線で会話をするアマチュア無線の方式がございまして、国家資格で取得するのが非常に難しいものなんですね。電波の法律というのは、まあ、番組枠もしくはテレビ局の中の、国家の、その空気中の電波を漂うその電波法というものがございまして、それは放送規約のものとは違っていて、空気の中に潜むその電波を規制しようとするのは、逆にその航空管制室とパイロットが電波で更新するとき安全確認のためにであるとか、もしくはその軍とか自衛隊の中でその電波を扱う場合があって、その周波数帯域によって定められた枠があるんですね。電波の周波数の低い方から高い方まで決まってまして、でラジオ電波局というのは、もちろんその電波の局の中の AM 波 FM 波短波波あるんですけれども、そういったその日本列島をカバーする、もしくは都道府県内をカバーするテレビ局の電波というのは、あまり強すぎるとその電波の枠というものがございまして、増えすぎると干渉といって雑音が入ったりして聞こえにくいんですね。なので国家はその中央政府を介して、その電波の枠を金額で電波を扱う事業体に買い取らせている法律をもとにですね、なので電気代だけではなくて、電波法の中の電波の周波数帯域のその一部分を企業は、要するに放送事業体は買わなきゃいけない。それに反し、インターネットというのはその規制がなく、インターネットをその世界展開している光ファイバーをもとにプロバイダーが提供している世界のインターネット網を使用すれば、国内外で規制があったりするんですけれども、特に共産圏とかその危ない時にはですね、海外の情報が入ってこなくはなるんですけど、まあ、テロスト対策とかですね、インターネットその電波を扱わないで ADSL の電話回線であるとか光ファイバー回線を通して、通信をしますので、実際、まあ、ウイルスが入ってその通信数がその有線インターネット、有線インターネットというのは、まあ、同軸光ファイバー ADSL の電話線などに集中すると速度が遅くなる場合もありまして、でそのプロバイダーが言っているのは、そのベストエフォート方式といって、最大値でこのくらいの速度が出る、要するにインターネットの中の密度が、要するに通信密度が高くなると遅くなるということも考えられます。で Wi-Fi の場合には空気を通すんですけれども、家庭用事業者用それぞれありまして、まあ、その Wi-Fi 端末、要するに別の言い方すると無線 LAN という言い方なんですけれども、 LAN というのはローカルエリアネットワークのことで、プロバイダーから引いてきた屋内の回線を空気を通してその室内に通そうというもので、データの送受信が可能になっています。それはその基地局を通して使う携帯会社のものとは違っていて、室内のいわゆる小規模無線ということですね。それもその法律で決まりがありまして、これ以上のメーター数を飛ばしてはならないというものがあって、まあ、遠くなるとその Wi-Fi が、まあ、部屋の壁を通すと Wi-Fi の無線なんか通じなくなる場合があります。 Wi-Fi は家庭用もしくはその事業者用で、インターネットの回線をモデムもしくはルーターを通して無線 LAN、 要するに Wi-Fi をつなぐことができれば、そのインターネットの24時間、まあ、365日、回線料を払っていれば、室内でのいわゆる課金の仕組みや
重量課金制、要するにデータの容量によって課金されるものではなく、いくら使用しても Wi-Fi なら同じ定額になります。それはプロバイダーが家の中まで引き込んでいるそのモデムやルーターまでの料金のままで、まあ、Wi-Fi の電気代がかかるのみになります。まあ、初期費用としてかかるものもありますし、ルーターと無線 LAN をセットにプロバイダーがレンタルしている場合もあります。で、光ファイバーとは何ですけど、これも、光ファイバーというのは ADSL が電話線を使用していたということなんですが、要するにその電話線の電線を通ってデジタル送受信を行うのが ADSL の有線回線に対して、光ファイバーは、まあ、いわゆるケイ素というガラス質の物質を使って、その電線ではなくその光が通ってるんですよ。赤外線の光の波なんですけれども、そこがデジタル回線になっていて、まあ、0101というデジタルの記号によって送受信があるんですけれども、その光ファイバーというのはその伝送速度が光の速度に近いっていうことと、まあそのいろいろ抵抗とかがあって光の速度と同じではないんですけれども、光ファイバーの方が高容量でいろんな回線数、家庭とか事業者の回線をまとめることができる。要するに電話線ではなく光ファイバーの配線によってあらゆる地域のその家庭事業者の扱うインターネット網を加味することができる。まあ伝送速度も速いですし、束ねる場合に、まあ電線よりも軽くて済むであるとか、電線よりも高容量で高速に通信が可能になるのが光ファイバーのネット網です。で、同軸ケーブルというのは同軸という言い方はですね、交流とか、まあ、直流にもあるんですけれども、電線がプラスマイナスを別にして2本こうケーブルで組まれている場合、まあ、いわゆるプラスマイナスが交互に行き交う交流と、プラスマイナスが一定の方向に進む直流とあるんですけれども、同軸の場合には中心の線がどっちかの極、外側がどっちかの極って決まってまして、主にそのアンテナケーブルに使用していたり、もしくは音響機器の中 の配線に使用されていたり、まあ、標準ジャックのケーブルの中がそのいわゆる日本線のつなぎ合わせた平べったいゴムケーブルではなくて、ラバーケーブルではなくて、一本の丸い筒状のケーブル、ゴムのその輪っかの中に入っているもの、要するに2本がプラスマイナス分かれてるんじゃなくて、中心の方にどっちかの極、外側の方にどっちかの極、プラスマイナスですね、それでなっているので、1本のケーブルで済む、要するに2本が分かれてるわけじゃなくて、ひっついてるわけじゃなくて、1本の円柱状のケーブルの中にプラスマイナスが行き交っているということで、電気がですね、まあ、電気としてもその音響の音楽用のアナログ波を伝送するためのアナログ波形の音響音楽音声の周波数の波のアナログ波形が音響用の、音響というのはその音楽用の音声用の、人の話す音声用の同時ケーブルだと、まあ、アンテナケーブルの場合には1本の円柱のケーブルの中にプラスマイナスを通して、まあ、衛星からいわゆる、もしくはテレビ局の電波塔からも出てくるものをキャッチして扱っていたんですが、ケーブルテレビの場合には、まあ、地下に埋める場合もあり、その電線の電池を使う場合もあるんですけれども、そこにその電気抵抗のロスをかなり控えた形で の通信用のケーブルなんです。で、通常電線というのはプラスマイナスが強いもので、まあ、電圧が強いものは電線を走ってますけども、家庭に引っ込む時には100V もしくは200V で引っ込むようになっているんですが、同軸ケーブルというのは電気を通すものというよりはデジタル信号を扱ってそのデータを送受信するためのものを基本的に
同時ケーブルというのは、音楽の場合にはその音楽のアナログ波形を通すためのもの、もしくはデジタル回線もあるんですけれども、最近ではそのデジタルアナログのデータの送受信を行うものをその同時ケーブルと言ってます。まあ、それがデジタル回線になって周波帯域が、まあ、電線の中の周波数帯域がずれれば複数の回線が可能なので、ケーブルから無線 LAN とかケーブルとか有線 LAN で分けて複数のパソコンをつなぐことも可能です。で、基地局とはということなんですけれども、基地局は、携帯電話が、まあ、指揮たす、要するにポータブルに外で扱うためのもので、まあ、最近は WiMAX もあるんですけれども、まあ、ビルの屋上とかにある小規模のアンテナなんですが、これも法律で規制されてまして、で基地局から携帯電話、携帯電話から基地局で、基地局からさらにデータが行って日本列島をその電話でつなげることができる、通話ができるものであったり、基地局を通してデータの送受信をするため その携帯電話が外で使えるための送受信のデータ送信、データ受信の意味になっています。で、基地局があるところは不明ということなんですけれども、まあ、不動産のテナントを扱う場合もあって結構高いもので、機器も最新ものにしないと、まあ、3G、4G、次 5G って言ってますけど繋がらないので、基地局を通して通話をしたり通信をしたりするとかなり高いんですね。携帯電話の場合には通話は基本基地局を全部使ってますけど、まあ、アプリの場合にはその通信方式のもので、基地局があったとしても、もしくは家庭内無線 LAN、Wi-Fi があったとしても、送受信を扱うそのデータ転送方式の方で通話をしますので、まあ軽いインターネット電話みたいな感じです。まあ、基地局を使う場合にはその基地局の維持費がかかりますので、その分金額が重量課金になります。通話でも通信方式でも、まあ、それぞれの携帯電話の会社でオプションのサービスがあって、いくらまで定額でという話もありますが、それはその携帯電話の仕組みを参照なさってください。で、もう一つ、インターネットのページの戻るというものは何ですかということなんですが、フォワード、バックというインターネットのページ閲覧のものなんですが、フォワードをする際には、まあ、その一旦戻ってもう一回フォワードしなきゃならないんですね。で、インターネットのブラウザの仕組みの中に、まあ、メモリにキャッシュされるものとありまして、メモリにキャッシュされるというのは、インターネットのどのページを見て、まあ、アドレスであるとかページの画像表示であるとかテキスト の HTML の構成とかですね、そういったものを一旦パソコンの中に覚えるキャッシュ機能というものがありまして、でそれで戻るんですが、そのキャッシュ機能というのはインターネットを配信しているプロバイダーのもっと奥の方にあるそのサーバーもしくはクラウドの方につながってるわけじゃないんですね。要するにパソコンの中にページ閲覧の機能、その履歴を記憶したキャッシュというところがありまして、でそのキャッシュを元に戻らなきゃいけない。例えばキャッシュで戻れないとき、キャッシュというのはそのメモリに対する記憶容量のことなんですけれども、インターネット の, そのページ閲覧の履歴です。でその戻らなきゃいけないときに、パソコンの方に依存したままだとお客様がその注文したりとか、例えばインターネットでブラウザーとして注文した際に戻ってしまうと、お客様のパソコン内のデータというのはそのインターネットをつながっているそのサーバーの箇所とつながっているわけではないので、お客さんが注文したもの、もしくは変更したものはサーバーの方には記憶されているんですけれども、お客様がキャッシュで戻るとサーバーのお客様の事実データとブラウザを通してそのパソコンの内蔵キャッシュメモリから引いてきた戻った画面というのは全く違うものになるんですね。インターネットを閲覧するだけの、まあ、ブラウジング機能であれば HTML で見た元のページでは、まあ、向こうのサーバーが更新してなければ普通に戻るんですが、実際はそのサーバー上にお客様がデータを送信し何か機能を変更したであるにということになると、インターネットもしくはそのタブレット PC であるとかそこに戻れなくなるんです。なのでインターネットページの戻るボタンを押した時にお客様のそのアカウントの状態もしくはサービス変更の状態が
サーバーのものと違ってる場合があるんです。なのでキャッシュを機能使用して戻ることができない。つまり注文ページもしくはお客様 あのアカウントの変更ページから一旦戻るためには、まあそのブラウザの左上にあるような戻るボタン、バックボタンではなくて、そのブラウザの中にその潜んでるその戻るボタンを押さなきゃいけない。要するに HTML に組まれたサーバーの内容と同じ状況になるあの戻る方を使わなきゃいけないので、ブラウザの戻るボタンを押さないでくださいとなってます。はい、以上です。